カメラを縦にしたこともなければモニターが縦なこともないので、本当にみんなで試行錯誤しながら作っていく感じが逆に楽しくて、新しい挑戦できることを嬉しく思っております。女優の浜辺美波さんが主演を務める短編映画「夏ふたり」。今月10日に撮影が行われ、アベマニュースのカメラが現場に潜入。浜辺さんの撮影中の様子を追いかけました。これにて吉川組に参戦します。監督の吉川さんです。よろしくお願いします。で、光役浜辺美波さんです。よろしくお願いいたします。映画夏ふたりは、主演の浜辺さんと浜辺さんの事務所の後輩で女優の井上ねおさんとの2人による短編ストーリー。私がいなくてもいいってこと？そんなこと一言も言ってないじゃん。だって私が何もできなくても困らないってことでしょ。だからそんなこと一言も言ってないじゃん。演出のこだわりの一つは日常生活。 TikTok で人気となっているブログの動画版 Vlog を意識しながら、日常の出来事を印象的なセリフ劇で描いています。そしてこの映画の最大の特徴は、縦型の映像によって制作される縦型映画。このようにカメラは縦向きで撮影され、映像をチェックするモニターも縦向きとなっています。なんていうかな、縦でエモーショナル難しいですよね。そうか、役者さんもなんかそう考えるとちょっとした動きが不便になるかな。まあこっちが制限かけるのが多くなりすぎちゃうような気もするんだけど、いやなんか横に動いてもなんかダサいかなとか、ちょっと難しいですよね。監督を務めるのは現役大学院生の吉川啓太さん。先月行われた TikTok と東宝がタッグを組んだ映画祭 TikTok 東宝フィルムフェスティバル2021でグランプリを獲得し、この作品の映画監督を務めることになりました。全体的にもあっていいんですね。でも時間帯怖いなと思って。全然大丈夫です。3分までいいんですよ。3分までいいですか？じゃあゆっくりいきます。新人監督をはじめとするスタッフのチームワークの良さを感じながら撮影に臨めたという浜辺さん。およそ1日かけて縦型映画の撮影が終了しました。本当1日の撮影で本当に多分めちゃくちゃ大変だったと思うんですけど、皆さんこう試行錯誤して順序よく撮ってくださったので、すごくこちらとしては安心感に囲まれていました。すごく楽しい撮影だったんですけど、どんなものになっているのか私自身楽しみなので、皆さん編集作業も大変だと思うんですが頑張ってください監督。アベマニュースでは浜辺さんに単独インタビュー。初めての経験となった撮影を振り返りました。縦型でその世界がどう描かれるのが楽しみな世界でしたし、あと言葉のセリフがとても魅力的で、なんか言葉遊びが可愛らしかったので、一言一言セリフを発するのが楽しかったです。この日撮影が行われた神奈川県茅ヶ崎市は真夏の暑さとなり、青空が広がる屋外での撮影ではあることを徹底していたといいます。まあ今日みたいなすごく暑い日は日焼け止めをこまめに塗り直したりとか塗り直していただくことが一番で、もう今日はもう2桁ぐらい塗りましたよ。いっぱい塗りました。スプレータイプも塗ったし液体も塗ったしって感じでした。焼けタイプバッテリーでしました。でもちょっと耳が多分焼けましたね今日。忘れてた視覚でしたね、はい。また浜辺さんがハンバーガーを食べるというシーンについて振り返ってもらうと、意外な事実が発覚しました。一人でハンバーガーを食べるシーンがあったんですけど、そのファストフード店の話をしていて、私ファストフード店に2、3個しか行ったことないことに気づいて、なんかいろんなところに行ってみたいし、構ピザ系のファストフードとかもあんまり食べたことがないので、なんかデリバリーとかしてみたいなと思いました。今月29日に21歳の誕生日を迎える浜辺さん。記念日を一緒に過ごしたいという特別な存在を明かしてくれました。まあ、家族に会うこともできないので、まあ、祖父母に手紙を出したりとか、ワンちゃんを飼ってるんですけど、ワンちゃんの誕生日も近くて2日違いとかなんですよ。なんで2人で食べれるデザートを買って今冷凍庫にしまってあるので、それを2人で食べようと思います。はい、挟み撃ちなんですって。これ本当にやだ、これエンドロール絶対やだ。いや、巻いてるんですよ。巻いてるんだ、これ。これ巻いてるんです。いや、これもう4杯で、ちゃんとまたちょっと一回止めの体勢取ってもらって、今度は4杯で流して、そうベビー、そうベビーくれる。新しい挑戦できることを嬉しく思っております。